has come.富士川情報ナビ、ナビゲーターの西奈美咲です。さあ、2年前に一度取材させていただいた富士川まちゼミ、その時は藤沢駅と辻堂駅の周辺で実施されていたんですが、今回は市北部、善行、睦愛、湘南台、長後、行田で実施されているそうなんです。ということで今回は市の北部で町ゼミに参加してきます。町ゼミは商店街のお店の人が講師となって、専門的知識やお得な情報、作るコツなどを無料で楽しく教えてもらえる少人数制のミニ講座。参加者が気兼ねなく楽しめるように、講座では商品の売り込みをしないルールになっています。売ることで来てもらうっていう感じじゃなくて、理解してもらってっていうことなんですけど、まあそこで 何人かがお買い物してくださったような話も聞いてますし、うん、店主とはこうお話しすれば聞いた人も勉強とかプラスになるし、でそのお店にとっても そのことによって、まあ、この次本当お客様として食べに来ていただければということを考えているものなんですね。2月10日から3月10日までの1ヶ月間で藤沢北部に店を構える41店舗が思い思いの講座を企画実施しました。その中から西名さんもいくつか参加します。私がゼミに参加するだけではお店の良さ伝えきれないかもしれないので、まずはどんなお店なのか見に行ってみましょう。最初に訪ねたのは湘南台の東口、魚屋魚田。食卓の強い味方、地域に根ざした町の魚屋さんです。魚田さんはこちらでお魚屋さんやられても長いんですか？今ちょうど丸5年過ぎて6年目に入っているところです。どうしてこの場所にお魚屋さん開こうというふうに思ったんですか？自分長後生まれなんで、地元でやれたらなっていうのがありまして、今湘南台を選んでここで、はい、開きました。ちょっと伺ったんですけど、商店街のなんか理事長さんをやられていらっしゃるって聞いたんですけど、はい、一応やらせていただいてはいるんですが、はい、じゃあ何かそういう活動とかイベント的なこともなんかやられたりとかすることあるんですか？夏祭りでこの道路を封鎖して、去年はあのマグロの解体ショーをやって、そう子どもたちメインで振る舞ってますね。そんな魚屋魚田の町ゼミ、白身魚の食べ比べ、違いがわかるかな？まずはタイ、スズキ、メバルのお刺身、一通り食べて味を確認。いただきます。タイは今日は養殖ですけど、昨日の朝締めたやつだからちょうど身が締まって、ちょっと食感が違いますね。タイの方が油が乗ってる気がします。メバルって食べたことなかったかもしれないです、お刺身で。今度は名前を伏せて食べ比べです。溶け回りで一番上から A、B、C で、さっきあんなに色がついてたのに色をこう分からなく切ることもできるんですね。お腹側の方を切ったんです。さっきは背中側の方だった。A と C が難しい、どっちだっけって感じです。書きました。提出お願いします、はい、あ B がタイです。おで C がメバル。関田さん以外は正解、ね、実際に参加してみてどうでしたか？ちゃんと魚のことも知れたし、美味しいものも食べれてすごい楽しかったです。じゃあ今回これ参加してまた来ようって思いました？思いました。次は善行駅西口のアメリカンカフェバー、マッケンチーズカフェ。アメリカっぽいポップな装飾が壁一面に散りばめられ、楽しい雰囲気が演出されている魅力的なお店です。
こちらのお店まずどういったお店なんですか。はい、アメリカ料理をいろいろ大体そうですね、うちでも100種類ぐらいの料理を扱ってまして、こう皆さんがこうアメリカ好きな方が結構いらっしゃってくれる感じですね。実際あのアメリカが好きでこのアメリカの料理のお店を。そうなんですよね、はい、もうアメリカ好きはもう36年以上になります。でアメ車も結構いっぱい乗ってまして、はい、今ハーレとか乗ってたりもするんですけど。じゃあ実際にアメリカに行かれてたこともあるんですか。そうですね、はい、アメリカにも行ってましたし、ちょっといろんなお店を回ったりとかして、まあ、そこでハンバーガーとかホットドッグ、まあ、マッケンチーズにも出会いまして、もうちょっと自分でもやりたいなって思いました。じゃあね、そんな実際に食べてきたものをこう思い出しながらこちらでお店でも、ね、はい、出されてるっていうことで。そうですね、だからアメリカで在住してた方がうちに来られると本物だねって言ってくれます。あ、それ嬉しいですね。嬉しいですね、はい。そんなマッケンチーズカフェの町ゼミ、簡単手作り鶏ハムでテーブルを華やかに、鶏の胸肉を使ったハム作りをします。まず鶏の胸肉なんですけど、1枚皮を剥いでいただいて、あとちょっと余分なところ出っ張ったところとかあるんで、まあ、落としていただいて、まあ、形を整えていただきます。鶏胸見たことありますか。あります。大好きです。砂糖と塩それぞれ一さじほどを両面になじませたら、棒状に丸めラップで包み両端を縛ります。薄味にした方がいろんなアレンジが効くという形ですね。トントンっていう感じで肉を詰めます。あまり強くやらなくていいですよ。あの軽くちょっとここに貼るぐらいな感じでね。そしたら今度ここでしっかりとハムの状態になるように縛りますね。この状態で冷蔵庫に3時間ほど入れて味をなじませます。その後沸騰したお湯で茹で、1分ほどしたら火を止めます。そして熱が逃げすぎないように蓋をして30分ほどそのままに。中まで熱が通ったら出来上がりです。参加されてみていかがでしたか。簡単にできて、あのいろいろバリエーションもあるので、あのこれからぜひ活用させていただきたいと思いました。ガスを使わないでここまで上等なものができるっていうのがすごい驚きました。また勉強になりました。ただ お湯の中に入れて置いとくだけでこんな美味しいものができると、あのびっくりして、また本当挑戦してみたいと思います。はい、今後これをきっかけにまた来たいなと思いました。そうですね。3軒目は長後駅東口カルチャーサロンジャンプで、不定期で開催されているウォーキングジム自力。寝たきりになってしまう方を一人でも減らすため、まっすぐな姿勢で歩き続けるための体づくりをレクチャーしてくれるジム。ここで教えてるレッスンっていうのはここで終わりではなく、日常生活でやっていただくためのレッスン、つまり継続することが一番大事で、その継続していただくための方法、体一つでできる歩くっていうのを改善することで体を変える。はい、歩くってこう毎日する行動ですから、ここでじゃあそのやり方をしっかり教えていただいて日常に組み込んでいけるっていうことですね。はい、通常ほとんどの方が体のこの横の中心線より足をこう前に出すと歩きますね。ではなく体と一緒に足を前に出します。足を前に出してつくってことはブレーキをかけるんですね。蹴ってるのにブレーキをかけてるので、歩く力をうまく使えることができないっていうのが一つ。あとはブレーキをかけた分、その衝撃が足首、膝、股関節に溜まっていきます。それを1日何千回、何万回、365日繰り返せば当然いろいろ負担が大きくなっていくということで、体と一緒に足を前に出して体重を骨に乗せてあげる。そういうこと。こういうことですか。体ごと移動するっていうことです。なんか全然違います、思ってたと。いや、今日実際この町ゼミ参加してみてどうでしたか。あのなんか改めてなんか歩くことを意識しようかなっていうふうに思いました。またこういうのに参加したいなというふうに思いますか。そうですね、初めてだったんですけど、また何か機会があったらやってみたいなと思いました。分かりました。じゃあ今日は一緒に楽しく参加していただいてありがとうございました。ありがとうございました。参加してみると思っていた以上に楽しかったり勉強になったり、収穫が多い藤沢町ゼミ。
市内の個人商店はたくさんの魅力を秘めています。皆さんもそのたくさんの魅力に触れてみていただきたいと思います。